コウキクサはウキクサ赤の青ウキクサ属に属する、浮遊性の水草の一種である。養状体裏面が紫色を帯びることはなく、根性は翼を描き、根端は二分頭である。北アメリカ、アフリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界各地の淡水域に広く生育しており、 オーストラリアにも帰化している。青木草属のタイプ種である。日本では紫高木草や北国高木草が高木草と混同されていたことがある。水面に生育する浮遊植物であり、養状体と根からなる。養状体はやや厚みがある。広大円形1 5 6 x 1 4ト、mm、ル普通不明瞭ながら三脈があり、脈は長短まで達する。 養状体表面の長短や中脈状には小突起がある。養状体の表面は光沢がある緑色。裏面は単緑色であり、紫色を帯びることはほとんどない。養状体の裏面からは一本の根が水中へ伸びており、根の長さは0 5 3トル先端は二分頭、根小基分に翼はない。養状体の基部側面から、 新たな養状態を形成して出芽状に増殖する。普通養状態は単体、またはに個個が繋がった軍隊を形成している。9眠目は形成せず、養状態のままで越冬する。1栄養状態1ビット、表面と、裏面 1C 水中から見た、植物体活気は夏だが、 開花は稀であり、養状態の側面に花をつける。花は2個のおしべと1個のめしべからなる。花中は、長さ0.10から0.15ミ、mm、リメートル。脂肪は肺脂を1個含む。果実は0.8から 1.0x0.8 から1.1ミリメートル。片は浴場。 種子は0.7から 1.0x0.4 から0 6ト、mm、ル、あばらがない。染色体数は 2n イコール40。ゲノム塩基配列が報告されている。また色素体 DNA 塩基配列も報告されている。水面を覆う高菊さ北米、アフリカ、ヨーロッパから南アジアなどに広く分布し、オーストラリアやニュージーランドに帰化している。 日本では北海道から四国に分布している。池や水路、水田、発電などに生育する。ウッキクサ類は成長が早いため様々な研究に用いられている。特に小ウキクサはモデル生物として基礎研究及び応用研究に広く用いられており、ゲノム塩基配列も報告されている。応用研究として、例えば環境からの鉛やヒ素など有毒物質の除去。 排水からの栄養使用の除去、バイオマス燃料などに高浮き草を用いた研究例がある。また、浮き草類は高タンパク質であり、有用動物の餌とする利用も試みられている。日本において、 高菊草と呼ばれていたものは、柿の産種を含むことが示されている。北国高菊草。ありがとうございます。